鹿島アントラーズ曽我畑選手です。さあどちらも譲らない今日の試合見事制しました。90分振り返ってどういった感想をお持ちですか？まあ、厳しいゲームでしたけど、全員でしっかり戦って、勝ち点3を取れたので良かったです。試合中セレッソの、決定機をことごとく防いでいきました。ご自身のプレーについてはいかがですか？まあ、チームが、ね、勝つために自分がしっかりプレーしなきゃと思ってやってましたし、まあ、僕だけじゃなくね、難しい場面をディフェンスの選手が止めた場面も数多くありましたし、全員でしっかり戦えたと思います。最後に今後に向けても一言お願いします。まあ、どんどん、ね、目の前の試合しっかり勝ち点3を積み重ねていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。